ちょっと流れボールでも落としてますね、なんか。はい、流れでガシャンガシャンと音がします。一歩ずつ、足踏みのような音がします。ダウン取った後は吠えたりします。さっき1回戦でもその光景が見られましたが、はい、いいねー、パンチもらった。待って、青コーナーダウンですよ。はい、はい、青コーナーバッテンダーでパンチが強いんですよ。そしてね、何気にいっぱい種類があります、パンチの種類が。はい、全体にこう折り曲げられてて、ちょっと離れて、離れて、まっすぐと折るだけじゃなくて、これもテーパーをつけて折り曲げてるんで、ああいうところがかっこいいですね。これ 3D プリンターの普及っていうのもだいぶ影響してますよね。しかも 3D プリンターで作られてると思います。いつですか、ヤンコちゃん、待って。僕もね、初めてやってた頃はもうほぼアルミのものかと、そのもの板金系が多かったんですよね。キナっていうのもいましたよね、だいぶ。そうですね、はい、キナいましたね。インターはほとんどいないですね。足裏にちょっと使う人がいる。どういったものが多いんですか。一番多いのはやっぱアルミが多いですかね。アルミでも加工が優しいんですよ。ただこうしてね、ガッテンダー、青コーナーのように、ところどころ 3D プリンターで樹脂ですね、を使って、自分が思った通りにサイトのアイスパンチ。青離れて。決まりましたね。強烈なパンチ出ましたね、今。待って待って。まだキングパンチ出してない。おっと、キングパンチみたい。はい、煽っちゃダメですね。いや、もう真剣なんでそんな余裕はないと思います。見せるとか。10、3、なんか勝つでしょ。ほら、どうした。さあ、残り1分。残り1分、これが赤コーナーは攻めるしかない。相手の立ち上がりが意外に早くて途中でやめました。吠える間もなかった。はい、吠える間もなかった。いや、しかし青コーナーも攻めていきますね。ね、攻めてますよ。これは。スリップ、スリップ、有効じゃない。さあ、30秒切っております。はい。うわ、パンチの打ち、あ、でも背中取られた。危ない。